ムーンライトスローンが見えてきた。了解。キャナ、落下用意。したら、キアナちゃんの頭の斜め上にあるポップをタップす、おしゃべりができるな。
んな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。これでだいたい片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。艦長、結構な数の任務をクリアしたよね。ここをタップして報酬を見てみよう。クエスト任務をいっぱいクリアしたら、ここで報酬を獲得しよう。メイちゃんにケチ。メイちゃんの刀には一番いい素材を使ってよね。ウェポンアップグレード。進化した武器はこれでオッケーだね。気をつけてね。これ以上は。お腹すいた。パンチ、キャラと敵にはそれぞれタイプがあるの。機械は生物に有利、生物は異能に有利、異能は機械に有利だよ。今いる敵は異能タイプだから、生物タイプのラインアップの格好がおすすめだよ。今いる敵は生物タイプだから、ハイタイプの領域と白練りがおすすめだよ。そんなに治療はいらない。メイ先輩の愛さえあればいいの。それじゃあ艦長、敵のタイプを見て有利なタイプのキャラに引っ換えよう。はっ、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 メイ先輩の愛さえあればいいの。はっ、手段選ばない。
がとうございます。艦長、次の目標は何ですか？全力で行くわよ。セッペッセッペッセッペッタップするとコンピューターを操作できるよ。眠い。ここで少し寝てもいい？こんなことあいあいさ。見てみよう。クリアしたね。早速任務。データによると今手に入れたのは聖魂というものだね。艦長、聞いたことある？目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でももうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいの？
私の番ね。ヘッテッセイヤセッテッハッセッテッテッセイセッテッゲッセッテッセッ。ここは譲れないわ。セッテッゲッセッテッハッセイセッヤッホー。フッハッフッフッハッハッフッ。急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった。あなたも無事だったのね。メイ姉様、配布したよ。初申請が確認されたよ。申請開始。バルキリーちゃんが来たよ。レベルアップ走行はそれぞれと、でも十分な経験値がないと強敵には勝てないよ。経験値チップを使用す。経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃって。経験値の上昇によりスキルシステムが限界に近いの。艦長、サブスキル、ここでサブスキルのアンロックや強化ができるよ。
新しいバルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。次の目標だ。ファイヤー。イエーイ。イエーイ。システム警告。危険指数上昇、ボイドエクスプロージョン。艦長、敵に大量のダダから必殺技を発動したらカラーアイコンをタップで他のキャラを出場させて敵に突撃しよう。セッペックワッセッペッテッセイセッペッヤッホーフッタッフッタッフッタッ発射。システム警告、損傷拡大。ファイヤー。イエーイ。ファイヤー。ファイヤー。イエーイ。イエーイ。ふっ。今回何が手に入るか楽しみね。思ったより簡単だったわね。
収完了。装備回収完了。システム警告、強敵出現。ボイドエクスプロージョン。よーし、こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。危機に対応するため聖魂の力が解放されたよ。ここでバルキリーちゃんが装備している聖魂を装備することで HP や攻撃、それと聖魂を初めてだから愛ちゃんが教えてあげたい。そうそう、これだよ。スイート。選ばない。
何が手に入るか楽しみね。お預かりありがとうございます、館長。ちょっと不安かも。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。待機モードに移行。
そろそろバルキリーちゃんの装備聖痕が強力であれば、バルキリー強い聖痕を手に入れたらすぐレアな聖痕ほど潜在力も効果も優秀だよ。私の出番ですか、艦長。システムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？
あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？クローニャ！アルキリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。青海市の救済に成功したってことだよ。もう艦長に教えてあげられることはないよ。これからはバルキリーちゃんたちと一緒に頑張ってね。でも愛ちゃんもずっとそばにいるからね。
待機中。ここが学寮だよ。なんか寂しくない？大丈夫、愛ちゃんが一緒に改装してあげる。なんか足りないような気がするね。ならば愛ちゃん秘蔵のやつを出してあげよう。バルキリーちゃんをタップするとバルキリーちゃんと挨拶ができるよ。ご用ですか？触らないで、触らないで。何するのよ。それなら学寮改装で改装をしないとね。